出した。まあまあ、月見なんやろ。というわけで、月齢ホントの件、ツオツ大会、今日は七夕スペシャル。まずは、野球留院バーザー高柳。あれですね、カンパの人ですね、これ。カンパとか使う人ですよ。最近、前に範囲が広がった。まず先方は、フラットバーザーズ、初行き。かっこいいコンボ決まってる。しかしここでゲージを吐いたのがどうなるのか。あ、セーフ。中段下段から暴れつぶしっぽく。しかしここは歴戦の北斗でフラット。オーラで耐えたけどブースト小足はさすがにファジーで防げない。落としてガギャン、武将流。あー、さすが。何度泣かされたかわからない冷戦。対策はきっちりしてます。コパンで割り込んで、まずフラットシーン。開幕はダイバー。あれ、バニーにも勝つんですかね。小足から小足はさすが直下下投げ。あー、手だジャッキー深めで刺さってきっちり地上ワンコン。落としちゃう。で、張り付いちゃう。まあまあまあ、よくあること。ブーストからきっちり拾って、落ちる。難しいところ。ガキャンめくりジャッキー真のお箱ハクアザンで星にめくれない。表、今のは見えん。しかしなぜか繋がらない。ガキャン空中ガード。あー、さすが大盤だが、しゃがみ台が当たらず。総裁天才。そしてめくりジャッケー。なるほど、まずはフラットシンガ選手を星取りなんで、大将同士の対決になります。さて野草流院、大将サウザー、大将サウザー、大将サウザー、もうマジ世紀末。2012年いい時代になりました。前回バーサスドラクリオット、サウザーバーサスレイ。さてギルティー勢がアチョウの北斗の剣に大会に出てきてくれることも2回目、2回目3回目かな。しかし爆星極星でまずはラインをコントロールする。前科だったが潜られてしまうというか、潜られてる位置で爆星を出してしまう。下下下下中中からもう1回下揺さぶる。ここで来た殿下の宝刀しゃがないこすりから、爆星重ねの中段からもう一回コンボなんてなかった、問題ない。重ねて、しかしここはガーギャンドラクリオンと切り返す。ブー壊し、爆星重ね中段からブースト。おっと、うさくさい。最後しかし投げて OK。 いやー、ほんま聖帝様の何やろ、流れるような立ち回り。第2ラウンド中段、この爆星が見えないとなかなか難しい。スピードアップから、わかるか、わからん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 けど、あー、セーフセーフセーフ。スピードアップ終了。短いなスピードアップ。あー、落ちて、はい、砲翼伝承ガードからの相手は死ぬ。ここはフルコン失敗。おいしいが、爆星から爆星を背にラインを上げていきたい。手だから触り出した、ドラクリオと触り出して、だがちょっとね、前がなかなかつまらない。ガード性能が高い前がサウザー、しゃがない総裁からコパンで、ここまでか。飛び越して、でも引かぬこびぬ帰り見るまで打ち切っちゃう。でもう一回とやり直しの保育転生まで。つうわけで野草流院がまずは 2-0 スタートとなります。さてローション勢がレイレイ対レイレイ。さて行きましょう。18金バーサス高柳、先方ゲンバーサス初雪。まずは初雪がワンコンだったが取れず、裏昇竜切り返していく。テーダ大慶からテーダコン、ベテラン北斗勢のビギが光る。テーダ大慶コン、
シャ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 、アイデア死ぬ。まあしょうがないです、こういうゲームです。レイレイは第1ラウンドはゲン、一発入れば即アウン、これがレイのキャラ。まずはジャックキック、テイダーに対しての牽制だったが、先にねじ込んだのはゲン、うまいうまいけどここは取り切れず、裏マジか、かっこいいけどなんかうさくさい。ガーキャン失敗から、おいしくワンコン、ちょっとゲンゲッソリ、ガーキャン出ねえかみたいな、落ちた。ここはまだ北斗は初めて日が浅い、初雪のコンボ精度の強化に期待ですね。これからのガーキャン、テイダージャッキーだがこれは拾えない、あー遠距離ジャッキーからなんかうさんくさいよ、コンボになってない。集団はガキャンそんなバカな。リバーサー超イズで切り返す、まずは先方戦はゲンレイ、ほんまにあと1人ぐらい来るだろう。さて2つ目レイレイ同キャラ、遠近 VS ドラクリオット。さて今日の遠近さんの昇竜の調子はそこでしょ、勝利を出さないコンボこれは頭がいい、勝利を出さないコンボで決めていく、掴み投げて、きっちり減るなぁ、ほんとシャ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 、技名いい加減覚えろって話なんですけどね。第1ラウンドは延期、第2ラウンドドラクリオットとしては立ち回りの一つ一つに注目して勉強していってもらいたい。手だからここはガーキャン、どうだ、足が刺さる、バニーで浮かし直してとりあえず状況重視、ブーコ足からコパンを挟みながらボタンを押しすぎた、なんかブーストボレて、まあ、とりあえずバニーで断固総裁からくすかけない、さすがにガーキャン、ここはよく見ていた、ダッシュ小足、ずらしのダッシュ小足。さてドラクリオット、シャ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 、はい、あとは小足を連打する、簡単なお仕事。いやーさすがにここはコンボ練習しっかりしてましたね、いいですね。ああやるしかないけど、まあ、ガード反撃しなかったっけ、中断オクラス中断、ドラクリオット取り返す、いちいちいいね、いいね、こういうね新規勢が勝っていくのはいいね。第3ラウンドジャッケのみ突っ込んでいくが、チキンガードオクラス、どこ行くの壊しガキャンめくりジャッケ、ここは揺さぶられない、ガーキャン昇竜、おうまい、下が通っちゃう、ここはダメージで OK でしょう、 OK です。勝ったのは延期2位、いやさすがにそうそう簡単にまた新規勢に。さて今日の大会のターニングポイントの一つですね、18金 VS 安尾龍院、先方ゲーム VS フラット、おー NC とバニーが総裁、めぐりジャッケ先に通していったのフラット、ハクアからおースカゲダンガード立ち回り、遠距離シーンに対して小足で刺して自分のターンだがガードキャンセル、バックセ潰れる、妊娠指導からの小足とガーキャンボレー、ハクアザンフィニッシュ、ダウン追い打ち、なんとハクアザンフィニッシュ、かっこいいな。第1ラウンドフラットシーン、第2ラウンドブーコパンはガギャン投げた、あ、コンボミス、おいしい、ゲンがここからブーコ足、コア、コア、コパン暴る、もちろん星を取って OK です。先方戦制していたのはフラットシーン、
あとは遠近お前に任せた、あとは任せたみたいな感じですが、サウザー固めたサウダー優位、ああなるほど、潮流あるじゃないですか。いきましょう、大将戦遠近 VS 前が、あっと開幕は JDP から、さてさて先に触り出し成功した、あっとうまいバニーで台風、どっち今のジャッケーから、ここはガーキャン走って走って下がる、それに爆星に対してバニーで跳ね返せない、跳ね返した十字、触り出した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 、シャガ大盤総裁が通じないだと、ここは片目を選択と思いきや投げていく大会ムーブ、おっとラストノート登場、これで大会が進められそうです、シャ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 と小足はつながらない、ここガキは間に合った、うわー分からん、めくり爆星、ワンちゃん爆星、逆裏爆星、今のはうまい、突っ込んでくる爆星ガード、あー上りジャックピー、クタイク、いやーテクニシャン、おっとローション勢の人も来ましたね、やっと大会が進みます、これで第2ラウンドぶっ込んでいくが、くつかけ弾ワンツー、十字から、あーっと潰れる、昇竜が負けるか、コパンでなんとか押し返すが、足が継続、ここで昇竜つながらない、めくり大系、まさかマジでか、めくり J 大系、シャ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 、相手は知る、シャ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 、まで、さてここはなんとかキャラ差を生かしていく遠近、イニシやったねってできるんですけど、えだからそれはちょっとあんまりね面白くないんで、そうなんですよ、当たるんで、さていきましょう、決定戦遠近 VS フラットレイシン、ここは極東だったが反撃きっちり、そういう甘い極東にはマジレス、裏もなんとか取り切って中央バスからと落ちた、大盤操作間に合わない、つかなげ天才、これが立ち回りや、落ちた、しかし遠近さんいまいちのコンボ精度、ここからフラット、残ったよ、今のでフィニッシュだったらかっこいいんやけど、壊し最後は蓄積壊し、第1ラウンド遠近総裁から、おお空対空、いやしかし立ち回りの遠近、ここで中央バスケ、中央バスケからいやさすがにここまで来たらもう落ちないでしょうというフラグというわけで、北斗の拳2オンツー、本日の北斗の拳2オンツーは参加者を募集しております、現在人数が奇数でもう1人来たら6チーム参加という非常にいい話になりますので、いらっしゃいませんか、野生の北斗勢なかなかいませんね、もうなんやろ、試合の解説やることないんで、そういう感じで参加者を募集していくスタイルなんですけど、どうしよう、アスカさん1人チームで出ます、じゃあそれでいきましょうか、アスカさん1人チームで2つ目のブロック作りたいと思います、落ちた落ちた、まさかの落ちた、まあしかしもうカウントがない、カウントがない、フラット最後の抵抗、ワンチャンなかったですよね、2-1チーム18金が2-1勝利、ダブルシーンで出撃いきましょう、チーム2バーサスチームアスカかっこ1人、前方はユダバーサスシーン、まさかの航空で何ダッシュで大系からワンコン決まって、画面端テーターダッケーから投げちゃう、えこれリーチですよね、はいリーチ、
ここ番、小番から切り返していく。とりあえず地雷ゲー中段ガードから刻んでいくが、ブーストそれは知ってた。雷神将ガード、まさかのガード。でもコンボ見せ北斗の剣、こんだけやってて確定判決がわからないラストノートさん。なんとかアスカが画面足でこらえる格好というか、バリの持続長えな。おいブーストゲランゲランガードから、ここは何もできない。壊しブーコシマンコン、おー行き過ぎた、いてえ針が刺さって、下段から下段下段場に届かず、ブースト下段下段、あーここで下段がついに刺さるが何も来らず、ダガールどこ行った。しかし極都拳ダムと極都拳がかぶった。第1ラウンドアスカ、第2ラウンドなんと極都拳。まずは画面端まで持っていったが、戻ってきた戻ってきた、極都拳で突っ込んだと思ったら戻ってくる。スカゲダン星がなくなってフィニッシュ。さてまずは先方アスカ、いいじゃない、いいラストノート撃沈、あれあれ大丈夫ですかマネスナさん。5番目なんでね、大将戦、大将戦ちょんまげ VS もう一度アスカ、アスカ一人チーム、キャラはダイアロ、シンシンでという、もうシンしか使いませんというこのね不退転の決意。中間距離の立ち回り、手だり後ろからバニーからテーダが通る、早いんだよこのテーダ大芸。電波ガサツじゃないわ、無双転生からの下下で刻め、中段のテーダ大芸が早すぎてこの下段の刻みが相当きつい。とりあえず固めてテーダ大芸、下段ガード、下段ガード、しかしここでテーダ大芸中段めちゃくちゃ速い、なんかうさくさいけど第1ラウンドはちょんまげ、第2ラウンドテーダジャッケー、重ってだが小判に対して無双転生合わせていく、小足おー遅らせのテーダジャッケー、ここはバニまでだが固めればななんとかなるんですが、ブーストがもうないシーン。しかしうまく なんか知らんけど天波喝殺フィニッシュ。ええでもテーダ大系集団多分入れ歯潰し、今の腰を削って、うわー分かんねえスカゲダン、あ褒めたらこれいや北斗勢褒めたらダメですねこれ。ここからまだあるしゃがみ大盤大ピー白羽で削って刻んだ投げ、お互いブーストがない立ち回り、投げれないが小足が速い。さてアスカ反撃ののろしが上がる、小足から刻んで小足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 、でもここで暴れていく、なんだそれ、星がなくなるから一撃いけるわと思った瞬間に一撃は出せないみたいなガンダムのような届かないからガフ、タイムがないんで逆転するしかない、シャ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 やりよる、なんだこの泥試合。これで1-1第3ラウンド開幕、ブーストがなかった、お互い下がる大慶、あ2-3-4-5-6連覇が殺というわけです。さて大将戦なんとかちょんまげが取って、もう一回もう一回アスカ一人旅3戦目です。さて決定戦ちょんまげ VS アスカ過去2人目、また剣士のシーン、大 K が落ちなくてなんかいろいろあった、商談が下段で潰れてスカゲダン、こういうところなんか細かくうまい蓄積があるんでピオリマンで、っていうかワン蓄積でピオリ行くんですね、すごいなこのキャラ。アシコン失敗、残ってワンチャンあるがテーラ失敗、そういうのは見逃しません。しかし最後はなぜか大パンチ総称だ。第1ラウンドちょんまげ
第2ラウンド第2番からどう北斗拳、北斗拳でしゃがみジャックキックの先端を刺していく恐ろしい技北斗拳。あーっとテイクダイテイダジャックブースト使ってこれは決めきれんのか。あさすがさすが職人キャラ使いきっちり決めきる。これで 1-1 第3ラウンド開幕はお互い様子見だがテイダ大慶押していくアスカ押していく小腹切り大地暴れ重ミス極時計うわー帰ってきた極時計で突っ込んだと思ったら帰ってくれなんということコンボミス昇竜からきっちり電波が立つなんかうさんくさいが中段ガード怖い怖いうわ突っ込んだ極時計来た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 これが何やろ総裁してほしいと思うんですけどねなかなかありませんよねそういうのコンボミスだが中段ごまかしていったなんだこれというわけで勝ったのはチーム2 2-1明日大井うまみさん今日はうまみさんがいないのは残念ですね行きましょうアスカ VS 大井うまみさん先方アスカ VS ローション勢落ちてしかし壊し画面端壊しモードに入るとさすがの時もなかなか厳しい蓄積しゃがみ大パンチだがピオリ解除これはコンボミスが痛いこうゴードするせっかくここでテーダ大ピーローションでいつも通りなんか動きが怪しいしかし投げてかっこいいコンボこのコンボほんまにかっこいいですよね最後は艦長5からのごまかした第1ラウンドローション勢第2ラウンドコパ総裁からガギャン表ガードコパのみあーしかしここは後ろ受け身で下がりながら艦長を刺すというなかなかなテクニカルプレーからのあなるほどね大パンからちゃんと当たるんだ北斗右上段陣剣33からの44あーなるほどなるほどこのルートを使えば別に何やろダッシュコマンとかしなくても勝手に投げで当たるというなんか3キャラぐらい限定のルートでしたっけというわけであとは華麗に浮き上がるシンさんの姿をお眺めくださいいやとか言ってる間に僕がなんか入院してる間にねアークゲーのそっちのペルソナとかいうゲームをちょっと壊れちゃったんですけどまあそのうちゲンさんがかっこいいコンボやってくれるでしょう別に浮くとかじゃなくてちょっとなんやろハードル走するだけなんですけどテクニシャンって言いたいだけですねほんま対照戦アスカ VS コラドシン VS レイまずは中遠距離うわ中空ダッシュ台系初手アスカからの蓄積小足から下がるまた中空ダッシュ小足で止めて三段ジャンプから再出しこうなると厳しいテーダ大ゲーからさてレイの初手コンレイの初手コン相手が死にますさてしばらく、バスケットをご覧ください結構ねアークゲーってねこういうスポーツゲースポーツに例えられてゲームが壊れるんですけどつい最近、あっちのゲームがハードル層になりました北斗の拳はバスケット戦国バサラは陸上そしてペルソナ4は1キャラだけですからバスなんやろハードル層になりましたそう P4U もスポーツになりまして最近ねハードル層とかホッピングとかそういううさんくさいコンボができましたまあちょっとハードル層とハードル層でググったら出てくるはずなんでご覧くださいはい無敵キングは確かなしどっちやったっけなごめんなさい覚えてないです阿長大会は無敵キングは確かなしやったと思いますバグ昇竜無敵キングは、まあ、第2戦と同じルールなんですけど第2戦どっちでしたっけ、まあ、第2戦と同じルールと思ってくださいすいませんガギャン
さて第2ラウンド、ガーキャンを買っていったが、これはゲーム終了のお知らせではないだろうが、あーっとコンボミス、生き延びた、生き延びている、あー中中が通る、しかし生き延びたと思ったらすぐ死ぬのが北斗の拳、大パンループからシャ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 まで、大パンループしたかっただけですが、まあいいでしょう。というわけで勝ったのは大井うまみさん。いやー、アスカ神撃沈、さてというわけで第2ブロック1位に決定戦となります。大井うまみさん VS チーム2、先方はコラド VS ラストノード、レイ VS ユダ。開幕から画面足に追い詰めて、なかなかいい立ち回りを構築しているラストノード、だが決めきれないのがなんかラストノートっぽさというかなというか、ここはいいブーコ足で地雷に対してマジレスしていく、ここはゲージ使わずに OK ルート、ゲージをちゃんと残しながらバスケットに行きます。ちょんまげ曰く、ちょんまげ曰くじゃないわ、ラストノート役、ゲージはあんまり見てなかった、ブー壊しで確かに、ね、死ぬんで、そういうところで相手のブースト管理しながらやるのが上級北斗勢なんですが、ちょっと見逃しちゃった。ちゃんとユダルートを使って、途中でないのバスケットで小足が挟まるのがユダルートやったでしたっけ、ちゃんと星を取りながら、ちゃんとね、押しを取るあたりがね、やっぱりできるといった感じですね。落とし OK。 さて第1ラウンドコラド、第2ラウンド開幕マックスゲージから、ユダもねバスケあるんで、このマックスゲージ状況は望むところとは思うんですが、上に逃れる、触り出しは動かない、いやー、ブー弱系めくり、ねじ込めば OK のレイだけに、こういう単発の崩しはかなり厳しい。さてゲーム終了です。いやー、ブー弱系めくりか、今のは技あり、まあまあしばらくお待ちください、体力とタイムがなくなるまでもう少々お待ちください。華麗なレイのバスケット、まあまあなんか落ちかけましたけど、さてタイム01で決めて、まずは先鋒戦制していたの大井うまみさん、コラトレイ大将戦、ローション勢 VS ちょんまげ、テーダ大 P から触り出しに成功していく、下段だったが浮いただけ、なんかうさんくさい、画面から目を離した隙に補正切りからのナンバーワン、どうせお前蓄積狙ってくんだろうみたいな、リバサ裏から刻んだけど、ここで干潮ヒット、ちょっとガードミスった感じがあるからのめくらない、上に逃れる、なんとか懸命のガード、しかし折り大ピー、ここで切り返した、コンボは失敗したもののブーコ足でごまかして大パン、なんだこれ、バニが当たらない、昇竜ブースト、うおーマジか、艦長の外からブー大系からの無双転生、ブースト使わせた格好か、無双転生できっちり割っていく、いやー、こういうところは細かくキャラ対策ができている。第1ラウンドちょんまげ、第2ラウンドなぎこぱ、初手ローションで北斗、右上断人拳からのまず半分でおかしくね、ローション勢のコンボが高い、しかしデータ大拳、
落ちて時はルートが違うとかディレイが違うとかそんなはず。ぶーこ足きっちり崩していく。ここは星重視だが入れっぱでこらえたローションで、あーきっちり奥の上段陣形残りますが、さあどうする。コパン暴れ電波か電波か、あえー、あまあまあまあ五連続の昇竜でしたが何も起きません。いちいち第3ラウンド、さてどうしてこうなったからのすごいブースト転生役ですからねじ込んでいく。触り出した小足ゲバンタグ、北斗右上波岸拳まで。というわけで大井うまみさんが 2-0 勝利、1位通過大井うまみさん、2位通過チーム2となります。では、ご覧の通り決勝トーナメントをやっていきたいと思います。現のレイがどういう動きになるかですが、いきましょう。7月7日北斗の拳 2-on-2 大会決勝トーナメントはまずは1戦目18金 VS チームに先方現のレイ VS ラストノートユダ、なんか開幕から変なぶっ込みを通していた挨拶代わりに現だったが、ブースト消費させたが壊したいくからワンコン。さあどっち、中段ガードスタンプはスタンプ白身なんとか回避、そしてここで下段が通る。シャ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 、はい壊し壊しと、おお落ちたよ。さてこのワンチャン、このビッグウェーブさすがに乗っていきたい。ちゃんといける、いやーここまで来たら謝らない、いやさすがに謝ってしません。ベテランラストノート、いやーブーコ足ミスるようなやつには負けへんわみたいな。第1ラウンドはラストノードブーコ足ミス最大。第2ラウンド開幕ブーストからプレッシャーをかけるガキャン、ナム結界は半分読み切りきっちりとダメージ取りに行きます。ブーコパンガードすごいな、あっこでちゃんとブーコパンガードという選択肢がある。ダムもガードした、しかし小足一旦止めてここはバニー直後が失敗。データ台形中段から中段ガード下段ガードバニーガードさらにブーストガードでゲインこらえる中段ガード、おーっとわかんねえスカ中段からのダム、とりあえず断固総裁だったけどタイヤが当たる。バニーからブースト下段下段ガードスタンプから中ゲオガード下段ガードバニー最大、いやーここは裏切りの最大バニー無理やりねじ込んでいった。先方戦はチームにラストノード大将戦、遠近 VS ちょんまげレイ VS ケンシロウ、まずはジャッケード大ピンの総裁から。ここはテイダ大ケイダが、いやー小足が届かなかったところテイダを通していったのは遠近。まあ、開幕はゲージがないんで相手は死なない、バニーで止めて、うわジャケのみ中段ガードできない、さてコンボ選択は、まあ、シャ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 で OK でしょう。あとは小足を適当に何発か当てれば相手は死ぬと。第1ラウンド遠近、第2ラウンド気合を入れていく遠近、開幕はバニー、バニーじゃあグレープかごめんごめん。さて中間距離デーナ通っちゃった、いやーちょっと前も後ろも入らなかった瞬間、おっと落ちた、これは強行無双転生からデーナ大剣当てていく、マジ早い。はい電波活殺リーチからの、ここは勝利を恐れない小足からブースト小足、まあ、蓄積はなくなったけどもうワンコン
ここは空中ダッシュから無理やり詰めていく。バリガード下から下下通っただけ。ここはこらえた一気にガキャン俺のターン。デーダ大行け。まあ最後はなんか隆起とか出しましたけど、これで1-1。第3ラウンド開幕はお互い警戒しながらの動き。大お当たらない。そして勝利。いやお疲れ様でした。まあまあまあさすがにこれはルート誤らないですね。ケンシロウはコパンの数もあんまり変わらないキャラだと思いますので。昇竜から相手が死ぬゲームっていうのもね、なかなかねやっぱり珍しいですからね。ここのところは北斗の拳ならでは。まあ僕が昔やってたフェイトなんとかコードというゲームも昇竜から相手死ぬんですけどね。昇竜食らったらエパっすよ。昇竜食らったらエパ。本当にもうまあもう大変なゲームです。ちょっとヒヤッとしました。ちょっと今後ろでゲーザーヒヤッとしました。まあ、頭もブーストも使いながら適当に5番突っ込んどいたら相手死ぬやろ。160ストライク遠近取り返して、さて18金 VS チームに決定戦は遠近 VS ラストノートレイ VS ユダ。これレイ RE じゃなくて LE って書いてあった今日ごめんなさい。あ大足までガードは何とか届く。橋の木並みとバニーが当たらない。しかし地雷芸ここからブーストでもうワンコン。ナブ結界。ああこの男できる。ヒット数は足りてんのかこれ。いや足りるんだ。あマジか。あのルートから行けるんですね。ちゃんと足りるんですか。あんまり見たことがなかった。メインユーダのちょんまげがうまいとうなってしまうほどのコンボ精度。いやー素晴らしい。空対空からきっちりきっちりとバスケに持っていきました。バスケそのものじゃなくてね、バスケに行けるルートをいくつ確保しているか、それがやっぱり上級者の中級者と上級者の違いやと思います。第1ラウンドはラストノードユダ。第2ラウンドブーコバンからスカゲダンは入れっぱで耐えて、そしてブーストジャッケーだがコンボミス。ガギャンここで三段ジャンプ触り出した。スタンプは逆からジャッキータイだがコンボミス。ブーコパンから俺のターン。テーダ大系通していく。ああこれはひどい。まあ一つとか足りないんでここは落ちるだけ。ダムを重ねていく。ゲダンなんかいろいろおかしかったよ。シューターカードガーキャン小足からブー小足きっちりヒット確認からつないでいく。さていろいろあったがラストノートのコンボミスもあり、このラウンドはまあまあ延期がいきそうですね。いや、 やはりコンボミス、コンボミスというものがどれだけ重いかという話ですね。そうか、このルートではブーストがたまらない。ちょっとコンボルートを選択ミスしてしまった感のある遠近だが、まあまあまあラウンドは取る。11第3ラウンド ダガールダムから JDP で空対空。ここはストップ、うまい。バニーで終わらせてだがダンコ総裁ブーストで逆に回る。下段から刻んでいく。バニーガード先端じゃないブースト5番。ここでなんやろタイミングを見ながらのブースト5番コンボミスなのか。決勝して OK です。ここは星を取って OK。 なるほどね。というわけで勝ったのは C 逆でした。全然嘘です。
決勝トーナメント準決勝2戦目、ヤソリュウインバーサス大湯まみさん、先方は逆の当て方になってしまった、ゼンガバーサスローション勢、ああちゃんと重ねて、はい、適当に適当に削る削る削る、ガークラ相手は死ぬ、もうあんまり言うことないんですけど、さて第1ラウンドローション勢そんな感じですよ。サウ、ああ落ちて、ワンチャン、え、ワンチャンあるか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 、大一番バックス、バックス、はい、ワンツーバックス、バックス、下段、おやおやこれだから北段やめられん、バックス、バックスしない、せっかくガン読み、うわー渾身のハイジャンプジャッキック体育、第一ラウンドローション勢マジか、第二ラウンド小足から、ここはせっかくケアしながらスカケダン、はいワンツーから、ここはどうすの、うーんスカケダン帰り見ぬ、コパンで落としてウィーレッパーを潰す、バックセーからケダン、おおこれはでかい、星をなくさせた上でちゃんとピオリまで取って第3ラウンドに行く、全員が取り返す第3ラウンド、これは状況サウザー有利、大 B わかるかボケ、めくりバックス、これだよこれ、いつからサウザーが時に勝てるようになった、先方戦はサウザー全がちょっと計算が狂ったか、いやー総龍院 VS 大井真美さん大将戦、フラット VS コラド、ここで何やろ示し合わせたようにこの両者の対決、うーん極東が出ない、固めるコラドは固めるが、ここで5番割り込んでいく、初手はフラット、中中から上げ中投げ暴れ、大パン落ちた、大パンで相打ロケ、ダンコ総裁剣極東剣逃げていく、このゲームはあまり体力リードはとか言う必要がないんでね、楽ですよね、刻んでいく下段ガード、2段ジャンプ、コパン総裁コパン体育とかのね軸をずらしていく、ああいう動き、しかしここでブーストつかみ投げというガードできない、タックをかけていく、わかるか、でもガードした、ガーキャンはガードした、3段ジャンプ極斗拳、そういう軸をずらす動きに対しては極斗拳で暴れる、なるほど、ナイスコンボ、なんと来心勝負で第1ラウンドフラットシーン、うますぎる、マジか、第2ラウンド、おーすげえ、ダイパンとグレイブお互いスカリーになるんだ、同時やったら分かりませんけど、ダイヤシだが、ここは前テイクダしか出ない、チューチューガードからゲーゲー、5番で割り込んで立ち回りになる、ダイパンからバリまで弱ダイガード、ダイパン届かない、しかしここでダイパンに小足を差し込んで安いが、確かに安い、ジャック小足下段下段ガキャン直眼だが、ここは小足で割った、もちろん星を取り切ってよフィニッシュ、いやー強い、勝ったのは大井うまみ、ごめんなさい、安尾龍院決勝進出、マジかうますぎる、さあ3位決定戦いきましょう、では18金対大井うまみさん、18金対大井うまみさんの3位決定戦、3位決定戦です、18金 VS 大井うまみさん、先方戦ゲン VS コラト、今日はねゲンさんがなぜかレイを使って今日は楽しんでいこうぜみたいな感じになってるんですが、固め出したの 2B がコラトと大パン対空でフォローしていく、シャ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 と、まあまあブーストも1本ちゃんとあるんでゲーム終了です、ごめんなさい、あのレイレイって、ブースト
一本で終わりますよね。あこ 1.2、 まあまあ小足の間に溜まれば OK。 さて第1ラウンドはコラド、第2ラウンド3回ブーストいるんですね、覚えておきます。ジャッケのみ攻めていくが、なんだそれ、スカゲダン、そういうのにごまかされません。ガーギャン5番下段、ガーギャンは直側からちゃんとブーストで確定反撃。あれケアできるんですね、シャ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 、相手はあーちゃんとたまりますね、相手は死ぬ、ガーギャン直側したら相手が死ぬ、まあまあゲージがあったんできっちりです。あっこのねガーキャン空中直側は中空ダッシュでなんとか両対応になるんですかね、うまいです。というわけで先鋒戦を制したのはコラとレイ、大将戦となります。エンキン VS ローション勢、レイ VS トキ、開幕はお互い離れて壁に張り付いていくというお茶目スタイル。総裁から、あーしかしここはコパン暴れ、重ならないを見て最速5番暴れを仕掛けていくローションで5番重ねて刻んで手叩いて、5番5番で刻みながらの手叩いて軸をずらしながら天照役で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 使うと右上段陣剣、相手は死ぬ、バリバリボーン39、あとはまあダッシュ5番しながらレイが空中に浮かんでいくのを眺めるだけという。さて回収の仕方とかなんですが、ここはまあ面倒くさいことせず弱パン弱パンで適当にバウンドしさせながら、そろそろ空気が入ってきた、コパンコパンコパンと、いややっぱりねバスケットはパンチボタンでやらないとね盛り上がりませんよね。第1ラウンドローションで、第2ラウンド開幕、ブーストがお互いない開幕、うわーしゃがない大工だがここは拾えず、ジャッケー刺してさらにぶっこんだ、クーダ大慶が多分ジャンプ行こうかな、刺さっている中央バスケルート失敗、これは美味しい、ブーコ足でごまかしたがなんか手枝が出ない系、ここに刺していたローションでだが大慶当たらず、断固総裁ちょっとぐだってきたよ、面白いよ、ランダーニャンプからガーキャン、何個総裁剣、あーうまい、ジャッケーしかし振ってナンバーワン当たるか、大剣落ちた落ちた落ちた、セーフセーフ、ジャッケーうわー何今のジャッケー、なぜ跳ねたし、さーてきましたローション勢取り返し、いやローション勢が勝利というわけで、あどのように立ち回っていくのか、決勝です。7月の日北斗の拳 2on2 大会決勝、野草龍院 VS チームに、先方はフラット VS ラソノード親友だ極東、これは読んでいる感じ、小足が刺さるバリで止めて、地雷ゲーム始まってるが投げ暴れ、ダム決壊当たる、きっちりダメージ取って地雷ゲーだが入れっぱ、ここは最大バリだが落ちた、バニーぶっ刺さるブースト、小足小足下段をガードして中段ガード大足、バニーは届かない、ブー小足バックステル次に刺さった、さてフラット、ここから反撃のロシを上げたい、ダム決壊読んでいる、踏んで掴み投げか、なるほど長い、そしてここでピオリ、あーなるほどね蓄積が生きている、お前投げ、しゃがみダイパンから拾い直してなんと来新章フィニッシュ、第1ラウンドフラット、もちろん星はなくなる、第2ラウンド開幕はダイパーン極徳、そして拾ってきっちりフィニッシュ、開幕極徳やりやがったこいつ、いやー来ましたね、まずは先鋒戦シーンフラット、
大将勢前科 VS 超曲げだが超曲げ本日はケンシロウケンシロウでこのなんやろ日本で1、2を争うこのサウザー扱いに勝つことができるかしたがないここがちゃんとオーラで耐える引かぬ壊し出したコビーノはガード引かぬからちゃんと踏んでやりワンツーバックスから大ピーバックスここがスピードアップさてどうする帰り見ぬバックス下段蓄積いやー爆声重ねでちゃんと蓄積継続しながらの崩し第1ラウンドは前が第2ラウンド開幕大 P からと爆声に第1いやーしかしここブーストを使い合って制していったのがちょまげ無双転生大 K から中段あ落ちたあきっちり大番大工からあピオリまで行くさすがサウザーこれで1-1第3ラウンド開幕5番勝利からきっちりマリゴンここは高さが合わないんで細かくまとめて小足で割っていくもちろん押し落と立ち回り立ち回りゴネドグバニーと5番の素材マジか十字爆声中下段下段帰り見ぬガード帰り見ぬガードマジかよ中段ああ通ってしまったテーナ大剣勝ったのは前科というわけで優勝は野草龍院となりますおめでとうございます。